リカのワインです。南アフリカ2015年カベルネソーヴィニョン。南アフリカのワインは今品質いいですからね。ね、あ、ほら、色いいね。色ね、うん、あ、香りも、うん、ちょっと昭和の好きにある香り。おう、こういうここはね、こういう感じで生産直売ですよ、これ。牛タンを見て、牛タンを見て、最高級だよ。表面のツヤを見るのかけど、ツヤツヤする。これはいい。これな、焼けました。焼けました。そしたらこのレモンをね、軽く絞って。口が上手。ちょっとダメ。あ、ひっくり返しはね、もうちょっとね。これ食べるよ、こんちゃん。はい、食べてみてください。うわ、このじゅわっときてるよ。やばいかも。シンプル。うん。うん、うん、どう？こんな感じがする。言葉にならない美味しさ。言葉にならない。おいさん、いただきます。赤いかな。わー、赤が、うん、和牛の下の柔らかさ、うん、柔らかい、癖のない、ない、ね、柔らかい、癖のない、うん、この脂の乗り方がまた何とも言えないでしょう。素晴らしいでございます。素晴らしいよね。キムチもね、特選キムチよね。すごいキムチ美味しい。うん、これちょっとこのレモンがね、ちょっとね、胡椒を、ちょっと取るで、あ、ついとるか、もうちょっとかけるか、ちょっとこのブラックペッパーをね、ブラックペッパーを、これ回さないと分かる。そうだね、ガリガリするか。ガリガリこします。お願いします。ガリガリこそ美味しいよね。食べるで。はい。うますぎて赤。レモンをちょっと絞ってな、うん、そしてな、これをお口の中にな、うん、ポンちゃん大だらぼっち、ドド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 ド
マグロの頬が一番美味しい。これはちょっとやばいよ、うん、これ本当にさらって萌えない1、2、3、うん、そうだよね。これタレ、タレ、何これ、これ萌えじゃない、萌えぐらい、あと、タレを軽くな、タレをな、はい、軽く、こうやってそれで頬肉いただきます。頬肉あ、うん、頬肉、うん、なんかね、あ、美味しい。他の部位にはない、うん、濃厚でなおかつ、うん、柔らかくて噛むと甘みが出てくる。それで洗練されてる。自分のほっぺたも噛んじゃった。うん、噛んじゃった噛んじゃった。これは焼きすぎ厳禁や。3か5でいい。炙るだけだ。ほんと炙るだけでいいね。あんちゃん炙るだけ。方がとてもね、焼き方がこれ左右しますよ。ちょっとミディアムレアの、あの高いのかな。これが上ロース。上ロース。上ロース。これでも。ロース。うわ。これだけでも。もう。お肉食べるんだったらね、正直こうした方がいい。東京でも焼肉屋さんと思ってたけど、あるけどね、でもね、だから違うね、鮮度が違うね。そうなんですよ、やっぱり生産して、でも育ててね、ここで出すっていう、ね、まあ、それがまたやっぱり僕は一応大きいんじゃないかなと。しかもこのお肉が美味しくなるような寝かし方をね、うん、してて、いやこれこれやばくないですか。ロース頬噛んじゃうの、美味しすぎて、うん、うん、柔らかい、柔らかいですね、うん、でそのしっとりした味わいっていうか、プニプニほっぺ、うん、あ、これをとりあえずやる。これとこれでやる。ほら、この焼ける音聞こえる？聞こえますよ。油が下がったらもういい感じで、うん、そうね、これで、うん、燃えで、塩コショウだけでちょっといただいてみました。ロースだからね、こんちゃん油がじゅわっときて、ロースおいしい、やっぱり貝の実ってね、貝の実です。どういうふうに僕でね、すごい、マジやばいよ、見た目が分かるけど、うん、全然違うよ、貝の貝の食べるでしょ。ハクロさん、お肉食べたい。今日はお肉、うん、どこだっけ、そこの六本木のさ、
大門美智子、あれ大倉、大倉ですよ、ホテル大倉、ホテル大倉なの、うん、多分、うん、うん、でもそこよりもね美味しいと思う、美味しいよ、質が違う、じゃあ僕はお酢だと思えないじゃん、うん、これ売ってないよ、売ってない、うん、売ってない、カルミの像だって、やっぱ牛を育ててるのとこうやって出してるのが一体化してるからこそできる、うん、この技、ここはね、ご兄弟でやってて、うん、弟さんが牛を飼育する方に回って、お兄さんがお店やってる、最上カルミから最上カルミ行くのが筋でしょ、これ、ぼっちゃん、この肉、やばいですよ、うん、これ、うん、セミレアの方がいい、これもう焼きすぎたから、あ、もういいね、もういいと思う、これ食べれる、ぼっちゃん、うん、どう食べれる、うわ、これ、あかん、あかん、あかん、だんだんやばいのが曲がってきたでしょ、曲がってきた、どうやばいか、これですよ、これをさ、食べますけどね、食べますよ、うん、うん、あ、うん、あ、今まで食べたことない、今まで食べたことないよ、このお肉、うん、うん、これね、ハラミに近いところのロースか、ジレ、多分美味しいっていう言葉でこのお肉は語れませんね、これアントコンタのもうスーパーおすすめコースや、ぼっちゃん現在地、まだ どうかな、大丈夫そうな感じですか、はい、この島町がね、これあの美味しいよ、この島町、はい、普通もっとね、大雑把なこちらの追加化してるんだけど、この島町はあの油がそんなにこうがっぷりついてなくて、育ちのいいお牛さんの島、はい、今日はあの当日予約が取れたけど、ほとんど当日予約は取れませんよ、ここ、まあ、その理由は今までの映像で十分わかる、最後にね、酢をいっぱいぶっかけての冷麺はね、焼肉の後には最高やね。